半前川先生です、調整しましてインジケーターで勝ちやすくするためにね、いろいろ調整しました。1月12日ですね、通貨国ユーロ GBP と GBP AUD AUD JPY NZD JPY GBP JPY CHF JPY ユーロ JPY がありますね。で設定値はこれですね、12345ですね。でモード0の1のエラーコード0とね。で勝率 68%、 15回投資1万80ライン中ね、平均ピープス 16.5 ってやってますね。これ見てみますね、どうですか。これはうちうちうちで怖がってる、こんなにもないですね。お茶用意したお茶を、こういう上がりの時には成長率いいですね。全部20個だからもうバチバチってきてこう勝ったわけですね。これもいいですね、打って打って両方ともこれも勝ってですね、これは最高ですね。こんな感じですね。そうですね、これはね、で次これですね、こうバチバチでこういいですね、こう落ちてですね、これもいいですね、バチバチいいですね、うん、これもいいですね。これもいい、これは負けですね。これも負け、うん、これ20回と投資か、これないですね。これは 59%、 13回ですね。これは負けですね。これもいいですね。3本入ったわけですね。いいですね、いいですね、いいですね。
これもいいですね、この打ち方ね。勝率 59% ですね。これは負けちゃったんですね。どう打ったのか、これ負け負けですね。で、これで勝ちですね。結構ですね。ですね。これこう負けてるね。こうですね。こうね。すごいね。体に悪くてね、ちゃんとでもつけとくとか、こうとくと安心ね。こうですね。こういうのは最高ですね。15個で終わっちゃったね。これこうですね。これ勝ち方いいですね。打ち方がね、下がってるから下がってないわけじゃないんですよね。これね、こうですね。まあいいですね。これ上がって落っこって落っこってでシグナル出てるんですよね。これね。これも、これは違うかね。これに注意して、これはそうですけどね。そうか、ね、結構難しいな。これちょっと見ていこうかな。
見えないか。ここですね、この基地。ここですね、この基地。ここ3番行って。1、2、どこ全部開けちゃって。ここ打って、ここ打って、勝ったわけね。3で3ね。浮かべてないですね。こんな感じですね。